クレディトランスはスペインバスク州ビスカヤ県周辺で使用できるトラベルカードである。2007年には1億人以上の乗客が使用した。1995年にメトロビルバオが開業したが、ビルバオ周辺の交通機関のシステム統合は遅れていた。4社の鉄道会社、2社のバス会社がそれぞれ異なる料金体系を採用しており、 会社ごとに切符を購入しなければならなかった。ビスカヤ交通組合はこの状況を改善するために設立された公開企業である。機械や情報システムが統合されると、まずはバスとメトロのシステムが統合され、バスク鉄道がすぐに続き、その後スペイン狂気鉄道がこのシステムに加盟した。最後にセルカニアスビルバを運行するレンフェが残ったが、2009年に、 クレディトランスのシステムに組み込まれた。カードは5ユーロ、10ユーロ、15ユーロ分の乗車カードとして機能する。メトロやトラムの自動販売機、タバコ屋や ATM で購入することができる。改札機にカードを入れると、それぞれの交通機関に応じて異なる金額が引かれる。例えば、メトロとバスなど複数の交通機関を連続して使用する場合には、 2番目の交通機関で20%が割引かれる出店公式サイト。ありがとうございます。